はい、皆様こんにちは、オレンジ山本です。今回ご紹介するのはですね、韓国でクラウドファンディングですごく話題になっているタロンという商品になります。で、まあ、非常に軽くてコンパクトです。で、まあ、タイプが2種類あるんですけれども、ちょっと中開けていきますね。私もちょっと開けたことないんで、まあ、何かというとタロンという、まあ、椅子になります。で、まあ、形状はヘリノックスなような感じなんですけれども、まあ、ポイントとしたらこの足のこの部分ですね、ここがこうヘリノックスと違ってカチカチカチッとこう上げるだけでフレームが切ってしまうというところです。で、下の地面に接するところもプラスチックのパーツのところ上げていけばこういう風に形になります。で、この状態でクッションがある方かな、これが多分上になるはずです。で、こっちが下になるはずです。で、上からかけるのかな、これヘリノックスだったら上からかけるんですけど、で、下ですね。あ、そうですね、上からかければ全然問題なしですね。よいしょ、もうこれで完成です。で、まあ、もう一個の方がハイバックじゃなくてローバックになってます。で、これも作り方全く一緒です。もうバラバラバラってやればフレームできてしまいます。で、あとはカチッカチッ、てかこれめちゃくちゃ簡単っすわ。めちゃめちゃ簡単、方向間違うこともないんで。で、同じようにですね、多分このマークがついてるのが左に来ると思うんで、で、上から刺して、で、下っすね。よいしょ、これ多分女性でも簡単に組み立てができると思います。で、ちょっと座ってみますね。あ、すげえこれ。なんかゆりかごのように前後にこうなるのと、あとクッション性ですよね、これ。すごい、これ某社にはない、 H 社にはない機能ですね、これ。むちゃむちゃクッション性があって、なんでこう座ってても、なんやろ、こう後ろに倒れるっていう感じもないし、前に倒れるっていう感じもないんで、なんかすごいこう粘ってくれるような感じですね。で、もう一個ポイントが、確かこれ、いきますよ、いきますよ、回るんですよ。360度回転する。で、フレーム自体は、7001というジュラルミンを使ってて、非常に耐久性があるのと、水ベルでこうやって回れるっていうことは、皆さん何ができるか、僕なりに考えてみました。まあ、これ今、テーブルありますよね。で、例えばですよ、お茶沸かす、お湯沸かす、まあ、サイドテーブル1個ある。で、焚き火ですよね、焚き火台があると考えたときに、今までだと、よいしょ、ちょっとお湯沸かそう。できたな、入れて、できたなと思ったら、よいしょ、こうやってたはずです。で、焚き火やろう。よいしょ。焚き火やってます。だけどこいつ1個持ってれば、まあ、こうありますよね。ほんならお湯沸かそう、できますよね。で、焚き火しよう、お茶飲もう、ちょっと後ろ向いてみようみたいな、まあ、そんなことはないと思うんですけど、まあ、そういうことが、できます。で、このクッション性があるおかげで、やっぱり長時間、まあ僕も、今座ってみて思ったんですけど、多分長時間座ってても疲れにくいかなと思います。で、前にこうやると大概のものって、こう、なんだ、前に転げるような感じがするんですけど、実際こうやって物を取ろうとしても全然後ろ浮かないですし、背中持たれても後ろに倒れるような雰囲気もないので、これいいですね、非常にいいですね。
まあ、クッション性があるっていうところがやっぱり非常に特徴になってくるのかなっていうのと、回るっていうところと、足がこの足ですよね、この R っていうところが多分クッションをしっかり受け止めてくれてるっていう、足もですね、まあ、非常にこう間隔が最終広くなるので、まあ、バランスも取れてるような気がします。まあ、ぜひ一度座っていただければね、ご納得いただける商品かなと思うんで、よろしくお願いします。